皆さんこんにちは。いつも動画をご覧いただいてありがとうございます。マイルドハイブリッドで走ってみたの後半になります。距離36キロ地点でこんな状態です。これから奥多摩周遊道路へ向かいます。前回雪だった千円尾根登山口。バスのあれが変わったみたいですね。時間も変わったのかな。そして今日は時間が合ってますね。11時24分。時計が今までは千円尾根です。この前雪でしたね。千円尾根のバス停を出発します。今日は時計が直ってました。これからあまりバッテリーは気にしないで走っていきましょう。ここは勝間の湯ですね。19.3、今39キロですが、まもなく40キロに入ります。あ、耳がツンとしてきました。バイクが結構多いので、今日は注意して走っていきたいですね。久しぶりの雨が降って。アシストは入りませんけれども、軽々と登っていきます。無駄な排気音は聞こえません。とても気持ちがいいです、排気音が。CBT が特に無駄な回転をしてるって感じが全然ないんですね。間もなく、都民の森ですね。檜原都民の村です。都民の森。今日はやってます。うわ、お客さんいっぱいですね。今日はいっぱい。42.4 キロ。気温が8度。11時40分。エンジン特に異常、匂いもなし。都民の森。いや、霧がすごいですね。霧が、この上はどうでしょうか。これから上を一周していきます。都民の森を出発します。だいぶ霧が出てきましたので、ちょっと早めに行った方がいいですね、これ。怪しい天気になってました。都民の森をスタートします。ちょっと霧が濃いので心配ですね。頂上はどうでしょうか。これから、ETC カードを認証しました。奥多摩周遊道路の頂上を目指します。はい、スタート。行きます。これからずっと上り坂です。やっぱり霧がちょっ
とあるようですね。しばらくまだ上りです。周遊道路勝間の駐車場ですね。キレが濃いですね。ちょっと濃いです。もうしばらく先が1450メートルほどの頂上に間もなく頂上に近いですかね。気をつけていきましょう。すごい濃い霧です。46キロぐらいは確か頂上だと思いました。まもなくそうですよね。45キロ、だいたいこの辺が頂上ですね。 17.8 ですか。燃費が 17.8、 45キロ。また登ってましたけど、痛くなるんでしょう。下っていますのでゆっくり降りていきましょう。この辺は充電してますね。以前はここでエンジンブレーキのテストをしたものですが、あ、霧が晴れてきました。バイクが来てますね。そのバッテリーチャージは5まで行きましたけれども、充電器の保護でしょうか。旧佐賀では充電できず、途中で3まで戻りました。周遊道路が間もなく終わります。奥多摩周遊道路、ここで終わりですね。距離が58キロ、 58.3、 燃費が 21.2 ということですね。今は4になりましたけれども、1時3にまで通りました。旧坂では強いんでしょうね、きっとね。快晴がだから一時停止です。
左は小菅、右は奥多摩。まもなく、湖畔の駐車場、小河内ダムの駐車場に着きます。まもなくですね。今 21.7 ですかね。距離が65か65キロですか。ああ、桜が咲いてますね。この間は寒々とした駐車場でした。駐車場入ります。ああ、桜が見えますね、上の方に。今日お店もやってます。今日は土曜日です。何を売ってるのかな、ちょっと見てみましょうね。奥多摩湖畔、出発します。大金麦代園児の売店を後にします。 21.6、 はい、メモリが4ですから楽々。ちょっと水が少ないですかね。大内ダム。水と緑の触れ合い感。くらいの坂だと充電すると思うんですけれども、しないんですよね。不思議だねこれ。長い動画になってしまいました。奥多摩湖から青梅までずっと坂道、下り坂が続きました。途中急な坂ではやはり充電はできなかったりということはありましたけれども、マイルドハイブリッドを利用した走り方はできたかなと思っております。以前に100キロ走ったラパンとかスイフトスポーツ、そしてまあこの車の前回もエアコンも使わず条件も同じですので、それでは記録は全部取ってあるんですが、青梅に飛びたいと思います。吉野梅郷のもう近くになりました。
梅林で有名な吉野梅林の近くです。この先を入ったところが吉野梅郷、梅林ですね、梅の。はい、87キロ、測定値まではまだ、友田まではだいぶありますけど。青梅市、まもなくいつもの計測地点友田が間もなくのありました。この先が友田になります。いつもの計測地点ですね。気温がだいぶ上がりまして16度になりました。2時20分ですね。あちこち休みながらゆっくり帰ってきましたけど、距離は94.7キロ。燃費はいくつになってますか。燃費は 25.4 ですね。だから前は 23.3 でしたか。確かそうだった。この辺からは福生まで、そんなに標高は変わらないですね。福生市駅を通り越しました。まもなく100キロ地点になりますね。この信号を設置したところ、まだスタンドにはもうちょっとあるんですけれども、この信号を渡ってから100キロまで走りました。100キロ超えました。福生のマシンで ということで予定のコースを走り終えることができました。本当にマイルドハイブリッドの活用できたのかどうかちょっとわかりませんが、結果は前よりもだいぶ良かったです。特に今回は長い動画になってしまいましたが、どこか参考になるところを選んでご覧になっていただければなというふうに思っております。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。